はい、どうも始まりました、うさずチャンネルです。よろしくお願いします。今日はね、うずらのベイシア、こちらの孵化したね、おー飛んでる、うずらのベイシアがね、どんどんね成長してきて、船浴びをするというねサインが始まったので、まあ、船浴びをしたいサインですよね。だいたい孵化から今1週間と、数日かなだったところなんですけど、このぐらいの大きさになったら飼い主さん、ぜひ砂をね、砂浴び用の砂を入れてあげてください。うちもね、近々、このケースからもう毛が生え揃ったら離れて砂浴びできる環境にしていこうと思っております。はい、それではね、砂浴びなんですがこんな感じです。ご覧ください、どうぞ。はい、じゃあこんな感じでね、砂浴びの動画となりました。まあ本来ね、砂浴びというのは体のね、あの羽の間に入った、ゴミや細菌などを落とすという役割があるので、砂を入れてそれをねもう一回外に吐き出すというね感じで、でね、まああとはね、砂をね食べたりもするので、それ専用の焼き砂って言えばいいんですかね、小動物用の焼き砂っていうのが売っているので、そちらを入れてあげてください。僕がね前使っていた焼き砂の方は概要欄にリンクを貼っておくので、よろしければそちらを見てみてください。はい、そんな感じでね、今日はねついにうずらのベイシアがもう1週間でね砂浴びをしたいという行為が出てきたという動画になりました。はい、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。